はい、今私はですね、カットリン駅にいます。あいにくの雨なんですが、なんとここはですね、ベトナム初のメトロの最初の駅なんですね。去年2021年11月にベトナム初めての地下鉄ができました。で、早速乗ってみましょう。チケット買っていきましょう。こちらは券売機ですね。結構シンプルで緑なんですけども、丸かってシンプルにまだ1個のラインしかないんですね。今は我々はカットリン駅にいます。今からですね、ずっと回ってこのハドン駅に行こうと思うんで、まずはこのイングリッシュを押してハドンを選びます。そうすると、ハドン駅で1万3000ドンってことですね。で、ここでコンファーム、確認ボタンを押すんでしょうね。そうするとお金を入れてくれてたんですけど、結構お金、入れられないこと多いと思うんですけど、おお、入りましたね、5万ドル。で、これ確認ですよね。とチケットが、おお、出てきました。おお、これ感動ですね、ほんとこんなことが。おお、すごいですね。放送ベトナムだとこういう券売機っていうか、2つを何か入れて買うっていうのは自動販売機とかあんまないんで、すごい感激ですね。なんかこう、なんだろう、新鮮な気持ちですね。これは片道券ということで、今から乗ってきます。では早速通過します。日本だと東京だと右とか関西で左とかあるんですけど、ベトナムはどっちなんですかね。今のところ人がいないか分かんないですけど、そもそもさっき真ん中にいたんで、どっちに行くんですかね。関西は関東右で関東左だったんですかね。あ、さてですね、そろそろプラットフォーム見えてきました。おー、あ、すごいですね。本当に駅がここ始発駅なんで、始発が待ってます。でも本当になんか当たり前のクオリティなんですけど、電車があります。なんかすごい新鮮な気持ちです。あれですね、まだ単線なんで、この線路は2線路しかないですね。人往復で。今から我々はこっちにあるんですけども、このパットリー駅っていう、始発からですね、このハドンっていう駅ですね、ここで行きます。ハドンっていうのは、1個の、エリアの名前で、イオンとかですね、イオンのスーパーショッピングモールがあるエリアになります。じゃあ乗りましょうか。ベトナムは喋っていいんですかね。中で弦外とか。これ一本です、1本。何人ですか。シンガポールに似てるのかな。
じゃあ波動駅に着きました。波動駅です。こちらプラットフォームで今から帰ろうと思うんですけども、11分後と21分後ってことで、まあ10分間隔で電車が運行してるんですね。じゃあこっちに帰ります。なってるんで、そこずっとまっすぐ来たって感じですよね。まあ、あくまで駅でこう何があるかじゃないんですけども、そこずっとまっすぐ来て、まあ、もちろん来てるんですけども、まあ、ここで降りてですね、で、まあ、まだこの降りた後に今まではこうバイクで行けたんですけども、あんまり行けないんで、今は降りると売却のおじさんとか待ってて、俺んとこついてこいって言って連れてってやるって感じで、今までのバイクっていうのは便利だったんで、まあ、徒歩5分とか10分っていうのが、ベトナムの人がなかなか歩ける距離じゃなかったりとか、雨が来たりすると歩けないんで、まあ、次はそういったバスとか連結がどうなるかとか、そういったところが都市交通 の発展にとっては大事だと思います。はい、今途中下車しました。まあ降りるとこんな感じで普通の道路があって、バスとかですね、バスからバイクとかっても特に何も交通機関もないんで、まあ、交通機関は誰かに迎えに行ってもらうか、ここからですね、アプリでグラブバイクってバイタブを呼んでどっか行くかとか、まあ、タクシーを呼んで行くとかとは、まあ、あまり人がないんで、まあ、タイだとですね、こうやって地下鉄降りると、私が地下鉄があったりとかバスがあったり、いろいろ便利なんですけども、まあ、この辺が次の課題でしたね。こちら見てほしいんですけども、あちらにいる女性が今自転車持ってるんですよね。これ日本だと自転車持って電車のことないと思うんですけど、これやっぱ電車がですね、まだ単線しかなくて、駅から駅に移動するとかっていうのはあんまりこう便利じゃないので、駅降りた後にやっぱりこう自転車でですね、徒歩5分10分で来ればだいぶの人はあんまり歩かないので、暑いですしね、こうやって電車乗る、自転車乗って後に自転車で自分で行くように自転車を持ち込んでるようです。はい、というわけで今あそこがゼロになったんで、まあ、そろそろ電車来るようなんですけども、やっぱオンラインで行ってないみたいで、まあ、こんなにちょっとめっちゃ危ないらしいですよね。何分かからないんですけど、ちょっと待ってみましょうか。まあ、でもなんかこのベトナムでですね、私10年住んでますけど、なんかこうやって電車を待ってですね、どっかに行くなんてことは一切考えつかなかったんで、なんか未だに違和感もありますけど、ちょっとこう感激というかね、やっぱりこうベトナムは経済どんどん発展して、都市も発展していってるんだなってことがすごい実感できる象徴だなというふうに思いますね。ただまあ時間軸は相変わらずベトナムタイムってことなんですけども、そこはですね、まあ、問題ないというところで、ただこうやって人々の生活の中にここまで地下鉄っていうのが浸透してるってことは思わなかったので非常にびっくりしました。でも、ホーチミンの方は地下鉄まだ建設中ってことで、実はまあ数年前にできてるはずだったんですけども、いろんな影響でですね、できてないんで、ホーチミンの方もできるのが非常に楽しみですね。で、まあ、単線だけなんで、もっとこういろんな線ができてつながっていくと、まあ、タイとかですね、まあ、マレーシアみたいになっていくのかなというところで、やっぱこう地下鉄が電車ができるとか交通のインフラができるっていうことは、まあ、住む都市圏が広がってですね、通勤圏とかその住宅圏が広がって都市が広がっていくってことなんで、やっぱりこう文明が発達するっていうか、都市の文明ですねが発達するっていうのは非常に重要な要素だったことは前僕は勉強したんですけども、どこの都市もですね、やっぱ地下鉄ができてから経済のこう伸びがですね、上がったってどうやってデータを見たことあるんで、それもやっぱり連関してるんだと思います。文明って言い過ぎなんですけど、なんで文明って言ったかっていうと、まあ、本当にベトナムでいて、やっぱこういうものができるっていうのはね、全然想像できないんで、これは本当に文化であり文明だなと思うっていうところですね。そろそろね、来たみたいなんですね。あ、見えますかね。今すごいゆっくり来ますけど、スーッと今来ましたね。緑の世界で。なんか日本とかだと、もっとビューンって来るはずなんですけど、あんまりこう、ゆっくりこう慎重にですね。事故起きないように行けると思います。わー、すごいですね。電車ですよ。慎重に慎重に停車して、
なんですかね、1、2、3、4、5、6両ぐらいなんですかね。はい、6両編ならですね。じゃあ乗って帰りましょう。今急に止まって、なんか、止まってないですね、今ね。なんか、みんな騒いでますけど、どうしたんだみたいなね。まあ、でもね、まあ、始まったばっかりですから、こんなこともありますよって許されるのはベトナムかなっていう。まあ、日本でこれ起きちゃうとですね、結構大変なことになると思うんですけど、ベトナムの人、僕も含めても寛容になってますから、ちょっとぐらいのこと驚かないというところですね。で、こう、ベトナムでこう座って電車から見る、街の風景って、やっぱバイクと車乗ってね、下道走るの全く違うんで、なんかすごい攻撃ですよね。しかもなんか高いビルなんか見えた時には、ここはどこなんだろうな、みたいな。全然違ってますよ。ここなのでないですよね。なんかね、この感動をね、どう伝えたらいいかわからないんですけど、まあ、日本にいたら電車なんか当たり前なんですけど、もう電車を乗りながら見るベトナム風景って特別かなって思いますね。まあ、あの、観光に来る人とか、まあ、感激ないかもしれませんけど、まあ、ぜひね、見てほしいですね。何より皆さんがこう電車に乗って乗りこなしてるっていうのは本当にね、すごいです。信じに感動してます。あとはですね、こうやって駅と駅がですね、まあ、駅に駅ビルができてとか、マンションもできてとか、都市圏がですね、今のあと中心と、あの、本当、あの、郊外って離れちゃってるんですけど、だんだんこう、郊外と中心の間でこう、街っていうか、駅ができてですね、発展してくると、都市としてもこう集めてれるのかなと思うんで、今後、もっと電車でギュッと楽しみですね。